N かけるガールズライキット。このコーナーは街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。ラブ FM ポップテープ、毎週日曜12時からは N かけるガールズライキット。このコーナーは西鉄グループとさまざまな人、こと、ものの掛け合わせで生まれるストーリーをお届けしているオンラインマガジン N かけるの記事を私たち現役大学生 DJ が体験紹介します。はい、そのね、西鉄の N と人、こと、ものの掛け合わせのかけるで N かけるということで、もうおなじみだと思いますが、さあ今日紹介してくださるのは高山花ちゃんです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速今日ご紹介する記事はこちら、うん、地域再生プロジェクトで話題、山口長門湯本温泉、ということで、いいですね。はい、私温泉大好きなんですよ。あら、まあそうなんだ、うん、ちょっとここ気になっております、うん、はい、こちらの温泉はですね、緑に囲まれ清流がせせらぐ山あいに位置する山口県の長門湯本温泉は、うん、画期的な地域再生プロジェクトで、現代の温泉街として再びにぎわいを取り戻している話題の温泉地だそうです。で、これ書いてあったんですけど、うん、西鉄さんの高速バスに乗ると片道が2時間45分で行けるって、なんかこれまで私はその九州の別府とか、うん、熊本の黒川温泉とかには行ってたんですけど、うん、意外とすぐ近くで行きやすいなって思ってちょっと気になります。そしてここは一時はですね、観光客の減少で地域全体が活気を失っていて、うん、年間宿泊者数が1983年の年間39万人をピークに下降傾向が続いてて、うん、2014年には半分以下の18万人にまで減少してしまったそうです。N かけるでは町の再生プロジェクトが動き始めた当初から現在に至るまで中心となって事業を推進してきた長門湯本温泉町株式会社の木村さんに詳しいお話を聞いております。はい、とここの長門湯本温泉はですね、なんと600年の歴史を持つ温泉街でして、なんか温湯と呼ばれる温泉を中心に小さい温泉街が広がっているので、はあはあはあ、なんかその徒歩で気軽に回れるっていうのがすごく魅力かなって思います。いいね。そしてこの温泉街の楽しみ方が、そぞろ歩きっていうのがあって、これは本当に歩きながら、川沿いの小道を散策しながらゆったり過ごすっていうのがそぞろ歩きなんですけど、まあ、その中でも綺麗な景色だったり、美味しい食べ物を食べながら満喫できるということで、この N かけるには歩いてる時に見れる、なんだろう、景色の写真が載ってるんですけど、はい、これすっごい綺麗じゃないですか。四季折々、桜とかね、紅葉とかね、竹林とかね、竹林の階段すごいですよね。映えます、これは。でこれからやっぱり紅葉の季節になってくるので、なんかいいですよね。ね、心が癒されそうって思いました。ライトアップも写真載ってるんですけど、めちゃめちゃ綺麗です、ね、ライトアップイベント。なんかその西鉄高速バスの今資料見てたんですけど、なんかグループ割とか、おー、あるんだ、そぞろ歩きっぷ割とか書いてあって、3名で1名無料みたいな。めっちゃいいよね。4人目以降も半額、半額って書いてあるし、最大6名まではそれグループ割が使えるってことね、なんかこの1周年感謝キャンペーンは8月末までだったみたいなんですけど、大好評につき9月30日まで延長されたということなので、私これぜひ行ってみたいなって思います。いいね、お得に ね、行けるし、めっちゃお得だよね、子供割とかもあるので、ファミリーで、ちょっと週末にお出かけするのにもちょうどいいなって思いました。ね、いいよね。これ山口のどの辺なんだろう、長門湯本、なんかこの間山口行った時、私一ノ俣温泉に行ったんですよ、だから今度はこっち行ってみたいなと思ってるんですけど、長門湯本ね、じゃあこういうのもチケットとかは予約とかでね、購入できるので、ぜひウェブとか、あとね窓口とかでぜひね、これそぞろ歩き切符とかもゲットしたら、めっちゃ楽しそう、ね、あでも結構福岡より、
ではあるかもしれないですね。ね、2時間45分なんか、で着くんであれば、ね、ちょうどいいですよね。寝てたりする昼寝してたらもうパッと着くみたいなことですからね、うん、あとやっぱいろんな方々のね、木村さんをはじめそのプロジェクトのね取り組みが成功してるから、うん、こうねまた盛り上がってきてるんでしょうね。なんか今は1日に1便しかバスが出てないんですけど、うん、なんかこれからもっと増やしていけたらいいなっていうのをお話しされていたので、うんうん、はい、ぜひ皆さんも行ってみてほしいなと思います、うん、はい、ということで今日の N× ガールズライキッドは地域再生プロジェクトで話題、山口長門湯本温泉の記事をご紹介しました、うん、N× ガールズライキッドはこれまで放送してきたアーカイブがポッドキャストで配信中です。ラブ FM のホームページからもお聞きいただけますし、 Spotify ポッドキャストでも配信しているので、皆さんフォロー、そして過去の放送もぜひ聞いてみてください。はい、花ちゃんご紹介ありがとうございました。以上 N× ガールズライキッドでした。